イガネス、皆さんこんにちは。今日はなんと新しい家に引っ越ししました。で、私の新しいゲーミングスペースを作ってみて紹介したいと思います。イエーイ。これはファンの方からもらってるものがすごく多くて本当にありがたいことです。私のアマゾンリストこちらに置くなんですけど、買っていただいて、そう、なんかちょうど誕生日の目の前に、あ、こういうでかいものがいただくのは超嬉しくて、私も一番最初はなんとかなんとかを全然わからなくて、多分ちょっとメモを見ながら言いたいと思います。なぜというと、もうバカなので名前がアルツエットなんとかなんとか123が全然言えないので全部メモしました。そう、まずどこから行きましょうかね。まあ机から行こうかな。机は特にお気に入り。なぜというと、日本語だとオートフール、私はアウトフールと言うんだけど、オートフールのサコラの集合車というのを机らしいんですよ。で、すっごい高かったです。なんか机だけはものすごく高くて、でも可愛くてピンクなんですよ。で、光ってます。すごい光ってますので本当可愛い。どっちかというと可愛いです。で、あとアウトフリーがレーザーのものがすごく多いです。これとかもレーザー、これもレーザー、これもレーザー、これもレーザーだから、レーザーバイススタンド今日もヘッドフォンスタンドですよね。なんかヘッドフォンスタンドも光っててすごい可愛いです。なんかこれだけはレーザーじゃない。なぜっていうと、こっちのヒロの方が気に入ってて、これは普通のワンオーディオっていうのやつなんですけど、でもレイザのいつか猫耳のピンクの猫耳も欲しいなって思ってました。で、これはなんだっけ、レイザーワイパーウルティメイト、レイザーワイパーウルティメイトというのマウスです。すごくなんだっけ、触りやすくて、なんだろう、気持ち、これもすっごい同時、音がね、ちょっと適当にするんだけど、いい、あー、いい、いいわ、これはいいわね、本当にめっちゃめっちゃいい。夏というと本当気持ちいいから。あ、これもレーザーね。ちょっとこれも見せたいんだけど、最近これは私は購入しました。バチャーン、これレイズトーナメントエディション。あ、多分こっちと一緒かな。これもアロンなんですけど、同じお店で買った、これはもともとアロンなのでちょっと色がそんなに良くないなんですけど、フィリップスの2年前の、自分の、持ってたもので、で、これは最近パソコンと、もらったもので、で、スクリーンはこちらです。すごい名前、ベンキューゾーイ ZL2411K114HZDI かな、これ ACTM1MS24 インチ e スポーツゲームモニターでございます。長すぎない？はい、本当は e スポーツが使ってるのゲームモニターなんですよ。はい、このドスパラで秋葉原でファンから買っていただきました。やっぱり最後に行きたいのは私のパソコンです。パソコンもちょっと面白い名前があるなんですけど、これはね、イタリア語はね、意味があるんですよ。なんかイタリア語、え、イタリア語なんだと思って、ガレリア、多分イタリア語だとガレリアはギャラリーという意味です。こちらです。たらーん、でかい、ものすごくでかくて10キロぐらいあるらしいんですよ。届いた時に、あれ間違ってないですかねと思って聞いてみて、いや間違ってないですよって言われて、すごいビッグサプライズだった。で、これはガンデリアの
XA7C のリ LL37 CPU がコール E711700 グラフィックスが GeForce RTX 3070 8GB の GDDR6 メモリは 16GB の DDR4 の SDRAM 絶対無理です私絶対確かにそこまでテクノロジックの昔の方がギークだったんだけど、でも昔で言えば本当10年前ぐらいで日本に来てからそもそも学生だったので、今までそんなにお金もなくて、ずっとちっちゃいパソコンが、あと一番最初学生自体はね、よく漫画喫茶とかに行ってたんですよ、パソコンが触れるために。いつも5年前ぐらいに本当学生終わった後に、実はパソコン Windows を買ってみたんですけど、そもそもお金がなくて全部5万円で買った。パソコンとスクリーンとマウスとこのキーボード全部5万円。ほんとダメなパソコンだったで結局久しぶりに去年だったっけ、捨てる前にもうちょっと頑張って広げようかなと思ったらダメだった。全然動けなくて、本当安いパソコンで買った。どこで買ったは覚えてないんだけど、どこかの秋葉原かな。でも本当ダメだった。でもその時はあんまりお金がなかったから、まあいいやなって思って、で最近は Twitch をやってるんですけど、これパパーン。私はね、 Twitch は今イタリア語と日本語をでやってます。で、月曜日と木曜日は9時頃にイタリア語と日本語の配信するんですけど、商談とかゲーム実況したりとか。で土曜日だけはなんか、まあ、そもそも結構イタリア人なんか Twitch やってる人がすごく多いので、日本人よりは、だからイタリア人と呼んで、まあ、日本のことを話したりとか、漫画のアニメとかの話したりとかもしてます。意外とね、 Twitch は日本人知らないっていうか、日本人があんまりないんですよ。なぜというと Twitch はそもそもアメリカのサイトだと思うんですけど、結構外国人すごく多くて、日本人はどちらかというと英語が話せないと怖いみたいで、実は日本語にも書いてありますよ。ですごく使いやすいし便利だし、正直 Twitch のコミュニティはものすごくいいんですよ。日本人がいても外国人がいてもすごくナイス、優しくて、レイドとかホストでみんな応援する。どちらかというと応援し方はすごい、投げ銭もあったりとか、サブクスもできるとか、あと例えばサブゴールとか超えるとコスプレで配信したりとかもできますので、本当楽しい世界なので、いつか日本人も増えてほしいなって思います。で結構 e スポーツとかやっぱりゲームが好きな人は Twitch がいいと思う。どちらかというと Twitch がものすごくいいと思います。最近のお気に入りはちょっと持ってきるんですけど、これこちらです。パパーン、レムちゃんかわいい、リゼルのレムです。こちらはね、どこに動かしても見えるように見えます。こうしても、あれ今見てない、今顔見てるでしょ。でデザインがすごく可愛くて、本当はくじで当たるものなんですけど、また違って言うと全然当たらなくて間に合わなくて、ずっと欲しいなと思って、正直箱とかあんまり気にしない人なので、箱がなくてもいいかなと思って、で秋葉原とかに行くとやっぱりまだ3万4万ぐらいの値段してたので、ああもう諦めようかなって思ったら、たまたまメルカリでつけました。かわいい。はい、またよろしくお願いします。いいねボタンしてコメントと、あとチャンネル登録を忘れないでくださいね。またね、チャオー。